バナワン&レッドベルベットら出演、2018最終韓流フェスティバル、大盛況で終了。写真イコール韓国マネジメント連合、2018最終韓流フェスティバル、が最終灯を輝かせて幕を閉じた。今月4日、最終灯、チェジュド、最終総合競技場で、2018最終韓流フェスティバル、が開催された。当日の MC は、最終灯出身のアイドルである NCT ドリームのジェノトヘちゃん、ザ・ボーイズのチュハクニョン、GFRI、エンドのイエリン、オーマイガールのミミ、ソルイナの進行という、歴代級のラインナップで観客と楽しい時間を作った。ステージに先立ち、テジナとワナワン、AOA、レッドベルベット、EXID、オーマイガール、モモランド、NCT ドリーム、ナインミュージス、G フレンド、ファンチヨル、N ドットフライング、テンタゴン、G、IDLE、ザ・ボーイズ、ONF、JBJ 出身キム・ドンハン、ストレイキッズ、ソルハユン、ドリームノート、カンナム、FROMIS アンダーバー級、クムジャンディ、キムヨンジン、ソジアン、WALWARI、マイティーマウス、DREAMCATCHER など全28チームの出演陣が椿と足をコンセプトにしたランウェイとインタビューで雰囲気を盛り上げた。熱いムードに続き、出演者の華やかなパフォーマンスも続いた。先輩と後輩のアイドル同士のコラボレーションステージは、観客を楽しませ、どこでも見たことのないスペシャルステージには、観客の歓声も一際高まった。また会場の内外では、最終の特産品はもちろん、多様な広報ブースが設けられ、韓国の観光誌、ゲンと K-POP の新概念のコラボレーションで、観客が見物し体験することができた。2018最終韓流フェスティバルはネイバーのライブ映像配信アプリ、V で視聴可能となっており、今月16日午後7時から SBS ファンイー、17日午後5時に SBS MTV、18日午後7時には SBS プラスでも放送される。